カルチャーブレイクスーザーキですね。今回なんですけども、睡眠の質が良くなる部屋の作り方5選をご紹介していきたいと思います。皆さん、毎晩ぐっすりどのように眠ることができていますか？睡眠の質を上げるためには、ナイトルーティンを何とかするよりも、まずは寝室環境を整えるのが最も効果的です。というわけで今回は、睡眠の質が良くなる部屋の作り方5選をサクサクご紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで早速行きましょう。最高の寝室の作り方1つ目は、電球色の照明を使うということです。人間には夜にメラトニンというホルモンを分泌することで、眠くなるという性質があります。しかし多くの実験結果から睡眠前に中光色のライトを浴びるとメラトニンの分泌が抑えられてしまうことが判明しております。一方で睡眠前に電球色のライトを浴びるとメラトニンが十分に分泌されることが判明しているため寝室の照明は今日から電球色に変更してしまいましょう。しかし困ったことに日中は中光色のライトを浴びた方が作業効率覚醒状態がアップすることが判明しているためこのジレンマを解決するべく発明された電球色から中光色まで11段階で調色できるライトの URL をこの動画の固定コメントに載せておきましたのでぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。というわけでどんどん行きましょう。最高の寝室の作り方2つ目は室温夏は24から28度冬は16から20度にするということです。昔はよくエアコンをつけて寝ると体に悪いと言われましたが現代ではそんなことはないと言われていてむしろ暑さ寒さを我慢しながら睡眠した方がはるかに睡眠に悪影響を与えやすいと言われております。じゃあ睡眠に最も適した温度は何度なのかというとスタンフォード式最高の睡眠の著者である西野誠二先生曰く夏は24から28度冬は16から20度の室温が睡眠には最適とのことですので各自の体感温度と相談しながら季節に合わせた適切な温度で睡眠していただくことをお勧めします。というわけでどんどん行きましょう。最高の寝室の作り方3つ目は夜寝つけない人は頭を冷やすということです。実は不眠症の方々は寝る直前の体温が通常より高くなる傾向にあることが判明しているそうなんですがこれを解決するべくピッツバー大学は健康の参加者不眠症の参加者それぞれに冷たい水が循環する帽子をかぶって寝てもらうよう指示しました。その結果健康グループは入眠までに平均16分かかったのに対し不眠症グループは入眠までに平均13分しかかからなかったという結果が得られました。さらに不眠症グループはベッドにいる時間の 89% も眠ることができるようになり全体の 75% もの方々が睡眠の質が改善されたという結果まで得られております。つまり普段からよく眠れている人は寝る前に頭を冷やすまでする必要はないですが夜なかなか寝つけないという悩みを抱えている方々は入眠時に頭を冷やすということを今日から試してみてはいかがでしょうか。というわけでどんどん行きましょう。最高の寝室の作り方4つ目は換気をするということです。デンマーク工科大学研究で30人の男女を対象にグループを2つに分け1週間実験をしました。一方は十分に換気された部屋で眠ってもらうグループもう一方は換気されていない部屋で眠ってもらうグループです。ここでいう換気がいい悪いの定義は二酸化炭素濃度が高いか低いかだけでそれ以外の温度等の条件は等しくしました。その結果寝室の換気を施したグループには少なくとも4つのメリットが確認されまして睡眠の質は主観的にも客観的にも改善しており翌日の気分も改善しており翌日の集中力も改善しており論理的思考力を測るテストでも成績がアップしていたんですね。この結果を受けて僕も夜寝る前に必ず10分程度は窓を開けて換気してから眠るようにしているのですがやはり朝までぐっすり眠れるようになったのでおすすめです。というわけでラスト最高の寝室の作り方5つ目は掛け布団を重くするということです。カロリンスカ研究所の研究で掛け布団を重くすると睡眠の質が改善されない方が示されております。こちらの実験では不眠症と診断されて120名の参加者を対象に約 1.5 キロの軽めの掛け布団約6キロは8キロの重めの掛け布団それぞれで眠ってもらうよう指示しました。そして4週間後に結果を見てみると軽い布団グループは被験者の 5.4% しか睡眠状態に改善されなかったのに対し重い布団グループは被験者の 60% の睡眠状態に改善されたという結果が得られました。さらに不眠症の回復にまで至った人は軽い布団グループはわずか 3.6% だったのに対し重い布団グループは 42.2% にまで達しておりました。さらに12ヶ月後の実験では重い布団グループの 92% に睡眠状態の改善が見られなんと 78% もの人の不眠状態に回復したという驚きの結果が得られたんですね。ではなぜ重い掛け布団の方がよく眠れるようになったのかというとこの実験の参加者曰く掛け布団の目は体中の筋肉に刺激を与えることでマッサージと同じようなリラックス効果が得られたんじゃないかと考察されております。でも重い布団なんてどこに売っているんだと疑問に思う方も多いと思うのでとっておきの商品をご紹介しておくと僕はこちらのウェイトブランケットをおすすめしたいです。重さを選ぶ基準としては自身の体重の 10% 程度の重さがいいとのことであり例えば体重が50から60キロの人は6キロのブランケット体重が60から70キロの人は7キログラムのブランケットが推奨されております。僕は7キログラムのブランケットを購入して毎晩使用しているのですが実際によく眠れるようになったなと実感しておりますのでぜひこの動画の固定コメントの URL からチェックされてみてはいかがでしょうか。というわけで以上の5点に気をつけることにより今日から泥のように眠れる日々を過ごしていただければと思うんですがそれではまだまだ不安だという方々におすすめの商品がこちらブルー思考グリシン3000&テアリン200イエーイ
こちら僕がおすすめするサプリメントなんですが、サプリメントってなんだか信用できないですよね。僕もそう思っていました。でもこの商品は一味違うんです。そもそもグリシンとテアニンという成分はそれぞれがアミノ酸の一種であり、魚介類や緑茶なんかに含まれている非常に安全性の高い成分ですし、実際に概要欄記載の論文でもグリシンは睡眠への満足感、エルテアニンは寝つきに関する効果が期待できたとのことです。僕も大事な予定の前日は爽快な目覚めが欲しいので、こちらをルーティーンとして飲んでいるんですが、緊張した日の前日もすっきり起きられるようになった実感がありますし、何よりラムネ風味で美味しいところが僕好みです。というわけで、もし少しでもグリシン3000のテアニン200に興味があるという方々は、この動画の概要欄に特別クーポンを記載しておりますので、ぜひ今すぐにチェックしてみてはいかがでしょうか。もっとですね、高麗コンテルとバーもちゃちゃでぬるしーです。ハリーご視聴ありがとうございました。